い、では次のコーナー行きましょう。学校中継です。ここから流通科学大学の協力でお送りします。今日はですね、淡路島の学校です。淡路市で県立淡路高校来ましたね。神野さんもよくご存知、もちろんです。なんですよね、はい。こちらにですね、先ほどウイスキーを飲んでおりました、ゆめちゃん行っております。読んでみましょう。浅田さん、はい、今日は淡路市にある県立淡路高校に来ています。明石海峡大橋を渡って車で20分くらいのところにあります。はい、さあ、こちらの高校は淡路島だけではなくて神戸市や姫路市からも通う生徒もいるそうなんです。というのも、こちら県内の、公立高校では、ここだけという、ね、ユニークな、特徴があるんです、ね。それがこちらの、ね、生徒の皆さんの姿を見て、何か答え分かりますか？スタジオの神野さん、どうですか？かつら向きしてるよ。すごい。そうなんですよ。専門学校みたいな感じ。料亭の技じゃないですか。そう、調理をしているんですが、実は卒業すると、じゃん、調理師免許を取得することが、ね、できるんですよ。すごいな。いやー、すごいですよね。では3年生の、田中宏斗君にお話を伺います。はい、お願いします。お願いします。やっぱりね、こう免許が取れるっていうのは魅力的ですか？はい、私は調理師になりたかったので、卒業と同時に調理師免許が取れるっていうのはとても嬉しいことです。そうですよね。はい、このなんか調理師のコースにいるということ で、 でこちらではね、あの大根の薄く切っていますけど、何をしてるんですか？はい、こちらはですね、鯛の姿作りに添えるときに使う剣のためのかつらむきという作業をしています。いやー、すごい、もう透けてる。すごい、すごい、すごい、薄いですね。ありがとうございます。全然切れずに、わ、素晴らしい。そしてね、あちらの横でも、あの包丁で違う作業もしているんですよ。これすごい。山本奈々さん、これみんな何をしているんですか？人参やきゅうりの飾り切りをしています。飾り切り、うわー、芸術的ですね。これ切った後何に使うんですか？タイの姿作りに使います。タイの姿作り、ね、そうなんですよね。あの調理コースのみんなに一目置かれている生徒さんがいるということで、ちょっとこちら見てください。今このように大きな鯛を、そうなんです、さばいているのが山本智也くんです。いやー、すごい。西山、あ、西山智也くんです。西山さんね。西山さん、西山くん、はい。いや、綺麗にね、さばいて、素晴らしい包丁さばきですね。すごいね、出てくるやつじゃないですか、料理旅館とか。はい、お、完成しました。タイの、ね、姿作りです。ね、実は文化祭でこの技を披露するために練習しているということで、それを、ね、見せていただきましたけど、はい、本番の文化祭どうですか？意気込みを一言。はい、みんなで力を合わせて、うん、一人一人の持っている力を出し切って、うん、この素晴らしい姿作りを完成させたいと思っています。もう本番も、ね、ぜひ頑張ってくださいね。はい、ありがとうございます。あの皆さん、こうやって日々練習を重ねているんですが、調理師コースは3時間の実習を週に2回も行っているんですよね。山本さん、今まで作ったメニューの中でこう印象に残っているものってありますか？はい、ナスの博多揚げです。それはなぜですか？もともとナスが嫌いだったんですが、うん、エビを挟んでいたり手が込んでいてとても美味しかったです。あ、嫌いなものをね、自分の料理で好きになったんですね。うわー、素晴らしいですね。いや、こんな美味しいものを週2回も食べられるなんて羨ましい。そしてさらに淡路高校ではこの調理師コース以外にももう一つ、今年の、来年の春から新しいコースができるんですよね。はい、パティシエコースです。はい、そうです、パティシエコースが新たにできるということで、新しくもう成果実習室も完成していまして、こちらを卒業すると成果衛生士の受験をできる資格が得られるということなんですよね。すごい、設備がすごい。いや、こういった調理師コースの他にもパティシエコースなど、本当に食にこだわっている淡路高校なんです。さあ、それでは後半では部活も、勢いのある部活も紹介します。お楽しみに。ではもう一度学校中継です。浅田さん、
淡路高校から中継でお伝えしています、うんうん、ここからは今勢いがすごいメディアアート部をご紹介します。ではまず部長に登場してもらいましょう、うん、こちら東根龍生くんです。こんにちは。こんにちは。ちょっと龍生くん名前もね、はい、ちょっとかっこいいって言いたかったんですけど、はい、本場でいきなりなんか大根を持ってきてしまって、これ何ですか？これうちの系列である恵系列という系列で取れた大根です。おお、これ学校の校内で取れたっていうことなんですか？そういうことです。え、何持って帰って持って帰ってちょっと食べようかなと思って、今日はなんで今持ってきてるの？ね、さっきのちょっとかつら向きに影響されたのかもしれないです、はい、では、ね、メディアアート部ご紹介しますと、放送部と写真部が一つになった部活ということで、うん、はい、こちらが部室なんですよね、はい、ちょっと中案内してもらってもいいですか？あ、わかりました。はい、お願いします。あ、こちらで靴を脱いで、おね、部屋は放送室って書いてありますけど、はい、メディアアート部の部室なんですね、はいはい、あ、こちら2人いらっしゃいますけど、この2人は、え、こちらは、うん、あの今期待をホープと言われた岡本家族です。岡本家族、はい、ってどういうこと？あの岡本双子の兄弟です。あ、双子なんですね。ちょっとあんまりね見た目似てないけど、2人でこう一緒の部活に入ったんですね。ね、2人写真持ってくれていますけど、ではまず弟のシュリ君撮った写真を紹介してもらってもいいですか？これアイヤの滝なんですけど、はい、兵庫県洲本市に位置しています。すごい。この滝落差 14.5 メートルあるんですけど、はいはい、間近で流れ落ちる様子はすごく迫力があります。すごい光の差し込み具合もね美しいですね。しかも1年生でこの写真が県大会で入選したんですよね。すごい。すごい。どうでした？いや、まさか入選すると思ってなかったんですけど、やっぱり顧問の古塚先生のおかげだと言っても過言ではないです。素晴らしい顧問の先生のおかげということで、ね、弟が快挙を成し遂げましたけど、お姉さんのしおんさんも県大会に、ね、出場しています。こちらの写真ですが、お姉さんも写真が好きで入部したんですか？写真は全く興味がなかったんですけど、シリが入って、うん、帰りの時間を待つ暇つぶしに入りました。そうなんだ。いや、すごい素直ですねでもね、一緒にも帰れるし、写真も好きになって撮れるし、まあ一石二鳥でいいですね。いや、楽しんで活動してるのが伝わってきます。いや、ありがとうございます。ではどんどん中も紹介してもらいましょう。あ、こちらでは、ね、動画の編集ですね、はい、これはどういった編集をしてるんですか？こちらはこちらは観光甲子園といった、その、はい、だいたい平均して、こちらは観光甲子園に応募する動画を作っており、それを主前取材してきて、今編集をしているところです。ほんで、洲本のマーケットを取材した動画では、地域 PR 動画のコンテストで優秀賞を受賞しました。すごい成績も収めている。これ今流れているのが、その作品なんですね。はい。素晴らしい。ね、クオリティの、ね、高い動画ですよね。綺麗な映像だ。さあ、そして皆さん最近また面白い撮影にも参加されたそうなんですよ。はい、ね、はい、それが今その洲本オリオンっていう淡路島唯一の映画館でして、それ劇場マナー動画っていう動画を撮らせてもらいます。それが今動画撮影風景、動画の風景です。で、淡路島で映画を撮った監督と一緒に作ってみました。そしてそれが1月頃に上映される予定です。すごい。いや、上条さん、地元の淡路島、ね、動画で今盛り上がってますよ。いや、すごいですよ。その監督が撮った作品に僕も出させてもらったことありますんでね、うん、すごい、はい、そうなんですね、はい、出てますよ。すごいつながりがありますね、はい、さあ、すごい。 そしてメディアアート部なんですが、今回紹介する目玉があるんですよね。はい、それは彼です。はい、3年生の国母くん、はいはい、なんですが、文化部の甲子園と言われている全国高校総合文化祭で、はい、写真部門で出展されたということなんですけど、おめでとうございます。はい、ありがとうございます、はい、どうでした？うん、自分も撮影期間がとても短かったので、はい、自分もまさか受賞すると思わなかったので、とても驚きましたね。ね、
その受賞したのがメディアアート部ができた年ということでね、本当にまさに快挙だったんですよね、はい、ではちょっとどんな写真なのかタイトルから紹介してもらってもいいですか。はい、この写真はタイトルは17というタイトルで、17、自分が17年間見てきて強く記憶に残ったものを写しまして、なるほど、だから、ね、くすべり台とかで鉄棒とか、あとこれはろうそくとかもね、17歳の思い出がこう詰まった写真なんですね。はい、いや素晴らしいね、こうやって、まあ、写真もですけど動画もいろいろメディアアート部、ね、幅広く活躍しているんですね。いや素晴らしい。流星部長、いやすごいですね、メディアアート部、はいはい、すごいです、ほんまに、ね、こんなことあるとは思いませんでした。あ、本当ですか。でもう一つちょっと気になったのが、はい、あの壁になんか、はい、あの変態っていう文字が書いてる、これはどういうことですか。普通の人ならば変態だったら、まあ、あっちの方に考えてしまうのかしれませんけど、あっちの方、あの変はあの変な才能があるっていうことで、まあ、一人一人の才能はすごい才能を持っているってことで変で、はい、態度は態度をよく、態度よくいこうという感じで変態といういい意味でしております。この部活を表している、はい、いい意味の変態なんですね、はい、皆さん、いや素晴らしい、ね、個性豊かなメディアアート部今日はご紹介しました。それでは皆さんちょっと集まってください。最後にみんなで集合いきますか。集合いきますよ、せーの、4時キャッチ、イエーイ、